松金組とモグラによる襲撃、そして壊滅する神室町の凶霊会、かつての仲間に裏切られ命を狙われた羽村は八神にモグラの正体を明かした。神室町組織犯罪対策課刑事黒岩、松金の命を奪ったその男はアドデック9の巨大な利権に守られている。おやっさんの葬儀は東城会の本部ってとこで営まれた。ただし参列者はごくわずか。松金組は跡目だった羽村が失踪して実質解散状態。それにおやっさんはもともと名もなき組長の一人でしかなかった。源田先生にとっておやっさんは40年来の親友だった。海藤さんは中学を出てすぐにおやっさんの組に入った。その波紋に居合わせた東は以後おやっさんを守ることを自分の役目だと考えてきた。俺たちには誰がおやっさんを死に追いやった連中かはっきりと分かっている。今必要なのはそれを裏付ける決定的な証拠だ。新谷を殺したとされる現役刑事綾部和也の裁判、その公判前整理手続きが始まっていた。そこでは一般人からなる裁判員の負担を減らすため事前に裁判の進行が打ち合わせされる。検察も弁護人もあらかじめ証拠を整理しておくのがルールだ。昔の映画やドラマのように後出しの証拠は認められない。つまり俺たちは裁判までに全てのカードを揃え、その手の内を敵に見せなければならないということだ。弾丸の線条痕は犯行の動かぬ証拠ですよ。それでも弁護側は無実を主張する気ですか？どうでしょう。弁護側に争点を量刑に絞るお考えはありますか？いえ、綾部刑事は罠にはめられたんです。あくまで無実を主張します。そうか、黒岩だったのか、モグラの正体。なるほどな。何か思い当たる節でも？ああ、関係ないかもしんねえが、昔小耳に挟んだ話がある。うん？黒岩がまだ駆け出しだった頃、その指導役だった先輩警官が東城街のヤクザに便宜を図ってやってた。見返りは金と女。神室町じゃよくいる汚職警官の一人よ。だがその警官はある時ビルから飛び降りた。逮捕直前だったんだ。正義感のある同僚から密告されてな。もしかしてその密告した同僚が黒岩？いや、密告者は同じ頃に首を吊った姿で発見された。え、そっちも自殺ですか？なんだそれ。その首吊りには他殺の可能性もあったらしい。もしかしたら誰かが密告者にけじめをつけたのかもな。そして腐った先輩警官の地盤を引き継いでさらに腐った警官が誕生したってわけだ。そいつはヤクザを利用しまくって今じゃどえらい検挙率のスーパー刑事でもある。黒岩がそうだって言いたいのか？思い当たる節を聞かれたから話しただけだよ。
今日はここで別れよう。俺と一夜、星野君まで危なくない。大丈夫ですよ、そんな子供じゃあるまいし。分かってる。でも今日はここまでだ。そうですか。じゃあ。八神さん、服部？どうもこの建物は監視されているようですね。記者が張り込んでいる時と同じ匂いがします。あんたにそんなの分かんのか。何かと鼻は利く方ですから。何のよ。梶平会長のお使いでしてね、八神さんの調査報告が欲しいとのことです。本丸園が焼けて塩屋さんも亡くなりました。会長は何がどうなってるのか詳しく知りたがっています。だろうね。なるほど。モグラの正体は現役の刑事でしたか。全部今あなたの言った通りなら、アドデックナインの周りは死体だらけですね。正野に殺された入院患者に寺沢恵美、センター副所長の橋木、新谷弁護士、どれも結局はアドデックナインの人体実験に行き着く。しかし証拠がなければよくできた仮説でしかありません。あんたに言われなくても分かってる。お話は受けたまわりましたが、会長はとにかく八神さんと直接お目にかかりたいとの仰せです。調査の報告なら今ので全部だよ。でしたら会長に直接そう言ってください。私はただの使いですから。嫌だと言ったら。あの人は別に敵じゃありませんよ。それに我々の耳に入ってこないような情報を持ってる可能性だってある。せいぜい利用してやったらいいんです。ついでに私の顔も立ててもらえたら。ふん。これからお越しいただけますか。海藤さんもご一緒に。先日打たれた傷ももう良さそうですしね。まったくよくご存知で。ではこの後海藤さんと神室菊野屋へお願いします。菊野屋。松金組長が贔屓にしていましたね。梶平会長もです。では。おお、コーヒー入れるぞ。飲むか。いいよ、無理すんなよ。もう大丈夫だって、遠慮すんな。ああ、それよりさっき服部に声かけられた。あの雑誌記者か。梶平会長が俺らを呼んでるってさ。聞いた噂じゃよ、梶平の会長は今相当まずい立場だぜ。うん？教令会の小葉会長に詰められてんだ。若頭の塩屋が目えぐられたろ。梶平が神室町に連れてこなきゃそうはならなかったかもな。神室町で若い衆が何人も殺されて、とどめは若頭だ。小葉会長も堪忍袋の尾が切れたってとこだろう。梶平のじいさん、俺らもそこに巻き込む気とか。さあな、実際どうかは言ってみりゃわかる。海藤さんも言ってくれんの。ああ、毎晩狂い輪に張り付いてんのに何も進んでねえんだ。何か他に手がねえか考えてたとこでよ。親父の敵討つ足しになんなら何だって試してやる。だな。よう来たな、お前ら。待っとったわ。お久しぶりで。松金の組長さんは気の毒やったな。ええ。
組長さんに献杯や。梶浦会長、もうアドデック9の話はあらかた。ああ、この服部さんから聞いた。3年前の人体実験から味噌ついとったっちゅうことやろ。あんたらよう、そんなんつかんだ。大したもんや。大久保新平のことも聞いたわ。あんたが話した殺人鬼、ほんまは恋人やっとらんかったんやて。ええ、正野というアドデック9の開発者が寺沢恵美を。それはどうでしょう。まだはっきりした証拠はないんですよね。あったら今頃あんたに土下座させてるよ。わしの前で喧嘩すなや。年寄りを困らせる議会な。しかしおじいさん、わざわざ俺ら呼びつけなくても大体の話はもう分かってんだろ。本当は何の用なんだ。見た目より鋭いな。実は困っとるんや。何が？教令会の小馬会長からせっつかれとる。モグラを始末せえ言うてな。塩屋は教令会の跡目やった。それが目えぐられて殺されたんや。無理ないわ。それであんたらでモグラを始末できんか。黒岩っちゅうデカなんやろ。アホか。殺し屋じゃねえぞ俺らは。あんたらどうでよ、見込んでのこと。どうや、金ならうんと弾むで。まあ他に用がなければこれで。ああ分かった分かった、冗談やて。まあ教令会にせっつかれとるのはほんまやけど。半分は本気だったわけですか。あんたらを呼んだほんまの目的はな、はしきの代わりに礼を言うためや。ん？アホが酔っ払って喧嘩で死んだなんざ言われて、あいつもさぞ無念やったよ。しゃけどその嘘をあんた見抜いてくれたんや。あとは証拠を見つけてアドデックナイン潰したらあいつも報われるっちゅうもんや。ついでにあんたの1000億も回収できる。そっちが本音でしょう。興味ないですけど。八神さんはこの先どう動くおつもりですか。もうすぐ綾部の裁判が始まるだろう。俺たちはその場を借りて真犯人の犯行を立証する。それは同時にアドデック9の真相を暴くことでもある。ほう。そうなれば大久保の死刑も止められる。なるほど。でもまだそこまでの証拠はないと。違いますか。違わないよ。羽村にも消えられたままだし。ほなどないするんや。黒岩を追うつもりです。尻尾をつかむまで張り付いて。ほんで奴がボロ出すまで待つんだ。そんな生優しい相手やないやろ。分かってます。時間はかかるでしょうが、やるしかない。そない悠長なこと言うてられんぞ。どういう意味ですか。大久保新平はもうすぐ死刑執行になる。え？わしもつてをつこうて調べさせた。実はな、次に処刑される死刑囚が誰かいう極秘の候補者リストがあるんや。そこに大久保が入っとったらしい。あとは法務大臣がサインしたらそれまでや。なんでそんな。どっからか大久保をリストに入れるように圧力がかかっとったらしいな。くそ。じゃあ早く何とかしないと。取り返しが。こんな時もし私なら黒岩よりもっと切り崩しやすい相手を選びますね。切り崩しやすい相手？これを見てください。
以前ボツになった私の記事です。これ全部木戸のことか。この人の女好きは有名でしてね、アドデックナインの発表からはタガが外れたと言いますか、肩書きを外せばどこに出しても恥ずかしい俗物です。的は黒岩ではなく彼にすべきでは。センターに会いに行っても俺らじゃ門前払いにされるよ。八神さんがご自分で近づこうとするからですよ。守りの固い獲物はまず巣からおびき出しませんと。どうやって？美味しそうな餌をちらつかせるんですよ。木戸にとってそれは女です。それもとびっきりの美女。美女？妙なやつからヒントを出されたな。ああ、でも確かに軌道を絞れば何か出てくる可能性はある。アドデックナインの裏を暴くような物証が。まずはセンターから軌道を引きずり出さねえとな。色仕掛けでカムロ町に誘い出す？ハニートラップか。となると、沙織さんには明日俺が頼みに行く。なら今夜はここまでか。わかった。じゃあな。ねえ、沙織さん。はい。実はまた頼みがあってきたんだけど。頼み？聞いてくれる？聞かせてください。本当に？ええ。じゃあ言うけど、沙織さんには木戸にハニートラップを仕掛けてもらいたいんだ。ハニートラップ？色仕掛けで男を騙すってこと。私がですか？沙織さんがハニートラップ？おい、本気か？相手は創薬センターの木戸。あいつをカムロ町までおびき出してもらいたい。冗談じゃない。キャバ嬢になるのはまだしも、枕営業までさせる気ですか？いや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 、ちょっと待ってよ。ハニートラップってそういうことでしょ？そこまで言ってねえって。沙織さん、もうこれ以上聞かない方がいいです。こんな話してるだけで共謀罪になります。なあ、俺は沙織さんに頼んでるわけだけど、沙織さんは星野くんの何なの？大事な人です。おやまあ、こくった？あ、いや、同僚としてとても尊敬する先輩弁護士であり。わかったわかった。それより八神、沙織君に危険はないんだな？ええ、大丈夫。作戦は立てといたから。その作戦というのは？現場に行ってから話すよ。その前にまず沙織さんが引き受けてくれるかどうか。やるしかないですね。沙織さん、新谷先生の仇を討つために。うん、ありがとう。わかりました。じゃあ一丁やりましょう。は、今度はなんだよ。これが沙織さんの望みなら、僕は力の限りサポートに回るだけです。あ、そう。じゃあまたメイクとかしますよね？今度は僕が一緒に行きます。この間の美容室でいいですか？いいけど、今回はキャバ嬢じゃなくて雑誌記者って設定で行きたいんだ。雑誌記者ですか？相手は創薬センターの中にいるからな。キャバ嬢より雑誌記者からのインタビューって方が自然に木戸と二人きりになれる。なるほどね。服はもう少しスカート短いのがいいな。シャツは胸元広めに開けたりして。おお、俺はキャバ嬢よりそっちの方が食ってくるね。うん、じゃあ俺の方も少し準備があるから、沙織さんはメイク済ませたら創薬センターに向かってくれる？
向こうで落ち合おう。ええ、わかりました。それじゃ、また後で。沙織さん、じゃあ僕らも。まずはメイクです。え。沙織さん、ここですよ。美容室チェリー。はい。なんかドキドキします。メイク姿はキャバ嬢で見ましたよね。そりゃそうですけど、今回はまた違うじゃないですか。沙織さんが雑誌記者、知的な才女、それでいて大人の女性の色化が漂うような。目がエロいです。そんなつもりじゃ。とにかく沙織さんならどんなメイクしたって間違いないです。絶対です。がっかりかもしれませんよ。断じてありえません。だといいですけど。さすが。いや、やっぱりすごいです、沙織さん。超いい。知的な才女、大人の女性の色化が。まだ言いますか。すいません、つい興奮しちゃって。準備できました。もう後は大丈夫です。本当に素敵です。また余計なことを。すいません。じゃあ沙織さん、あまり無理しないでくださいね。もし危なくなったらすぐ逃げてください。八神さんは危険はないと言ってました。命の危険はないかもですけど、ほら、木戸にお尻触られたりとか、そういうのが。それくらいは覚悟してます。そんな。それじゃ。沙織さん。星野くん。はい。メイク褒めてもらって嬉しかったです。沙織さん、こっち。隠しカメラを用意してきたよ。隠しカメラ？ほら、ここがレンズ。撮った映像はリアルタイムで俺のスマホに送られてくる。それとこのイヤホンを耳に。無線で俺から会話の指示をさせてもらう。指示？前にもキャバ嬢に変装してもらったけど、今回は見た目以上に会話で男を誘惑する必要がある。だから八神さんがその指示をくれるんですね。ぜひお願いします。俺に任せてくれる？ええ、男性を誘惑する会話センスは専門外なので。でも誘惑した後はどうすれば。木戸が沙織さんにいやらしく迫るとこを隠しカメラで押さえる。それでセクハラの事実を証拠に残す。そう、沙織さんの仕事はそこで完了。あとはセクハラ映像をネタに木戸を神室町へ呼び出す。セクハラスキャンダル。大丈夫そう？ご心配なく。エロいことした分苦しむのは木戸です。だよね。でも無駄にお尻触られるのは嫌なので、的確な指示をお願いします。わかった。じゃああとは無線で。よし、聞こえるな。沙織さん、まずはロビーに入って受付。受付に話しかけて木戸に取材を申し込むんだ。アドデック9の解説をお願いしたいとか適当に。了解。どうぞ。お約束でしょうか？いえ、そうじゃないんですけど、センター長の木戸さんに取材を。取材と言いますと？フリーで記者をしております白崎と申します。アドデック9のことでお話を伺いたく思いまして。
お約束のない方はお取り次ぎできないんですけど。あ、そうなんですか。でもどうしよう。沙織さん、もう少し粘ってみて。申し訳ございません。何分気度も多忙なものですから。あの、本当に少しの間だけでいいんです。私の方はいくらでも待ちますから。そう言われましても。お願いします。木戸さんに聞いていただくだけでもしてもらえませんか。アポなしでの取材は例外なくお断りしておりますので。いや、美人なら話は別ですよ。え？センター長の木戸です。私への取材をご希望ですか。あ、はい、城崎と申します。おお、城崎さん。いやー、お美しい。さあ、私の部屋までご案内しましょう。いいんですか。ありがとうございます。もうセンター長、木戸のやつ下心丸出しだな。でもおかげで助かった。どうぞ。わあ、豪華。ここが木戸さんのお部屋なんですね。素敵です。大したことないですよ。まあ、よく言われますが。どうぞ、かけてください。沙織さん、隠しカメラをテーブルの上に。失礼します。今日は突然お忙しいところすみません。カメラもう少し右に、あと15度。よし、そこだ。城崎さんは何をお飲みになりますか。ブランデーはどうです。ちょうど今ハマっているのがあるんですよ。じゃあ、せっかくですし、いただきます。そう来ないとね。楽しいインタビューになりそうだよ。いいぞ、沙織さん、その調子で行こう。二人の出会いに。素敵な出会いに。すごい美味しいです。このブランデー、体の芯から熱くなってくるだろう。ええ。沙織さん、ここで胸のボタンをもう一つ外そう。はい。ん？何か。あ、いえ、別に。その、ちょっと熱くなってきちゃって。そうね、熱いね。確かに。やったな、ついてきてる。それで何の取材だったっけ。私が取材したいのは木戸さんのいろんなことです。アドデックナインのことじゃなくて。ええ、そんなのより木戸さんご本人のことが知りたいんです。なるほど、珍しい取材だね。教えてくれます。そうね、いろいろ教えてあげたいけどでもここじゃちょっと。ここじゃ教えられないことって何です。君すごいな、ぐいぐい来るね。仕事が先、そういうのは焦らないの。お楽しみはもうちょっと後に取っておこうか。いいぞ、いい感じだ、沙織さん。さて、それで何の話だったかな。長引かせるより一気に畳みかけよう。沙織さんの方で何か仕掛けてみて。それじゃあ、この部屋かなり暑くありません。うん、暑い。暑いよね。僕も同感だよ。あれ、ちょっと沙織さん、まさかさらに胸元を。はあ、楽になった。もしかして沙織さん、結構この状況楽しんじゃってる。たく、最低の男。こんな感じかな。
はい、とっても素敵です。じゃあお写真の方は以上で。よし、もう十分だ。沙織さん、引き上げよう。どんな写真になったのかな。ああ、確認されます。バッチリ撮れてるから。ダメ押しだ、こらえてくれ沙織さん。ずっと私を誘ってくれてたろう。ん、取材も終わったし、本格的に可愛がってあげるよ、メス猫ちゃん。そうですよね。でも今夜二人で食事でもどうかな。カムロ町に誘い出してくれ。じゃあカムロ町でなら。カムロ町、いや、あそこはちょっと。他の場所ならどこででも。いえ、木戸さんはきっと来てくれます。ん、どうして。後でメールしますね。沙織さんは途中からなんか妙なもんに目覚めたか。ああ、俺も最後の方はなんか怖かった。それで、木戸は本当に出てくるのか。あいつには沙織さんの名前で隠しカメラの映像を送りつけといた。来なきゃネットに映像をばらまくって。なるほど、そりゃ来るしかねえか。で、カムロ町のどこに呼ぶんだ。バッティングセンター。もう杉浦と東が先行って周りを見張ってくれてる。どうした。やけに手回しがいいじゃねえか。大久保君の死刑が迫ってるからな、のんびりやる気はないよ。そうだった、俺らもそろそろ行こう。杉浦からだ。もしもし。今車回してきたとこ。こっちのこと見える。ん、あれか。お疲れさん。東はもうバッティングセンターの中に行ってる。周りは今のとこ異常なし。木戸もそろそろ来る頃だよ。その後の段取りは。木戸が来たらこの番に乗せてシャルルに連れて行くって。シャルル、東んとこの経線。別にどこでもよかったんだけどね。そこで軌道を取り調べるってことでよかった、八神さん。ああ、ちょうど噂をすればってやつだ。マジで来たか。よし、行こう。なんでお前らがここに。なんでって、俺はこの町で事務所開いてる探偵ですよ。木戸さんこそ珍しい。こんなとこに何の用です。いや、もしかして美人の記者と待ち合わせとか。なるほど、そうか、やっぱりお前の仕業か。あのビデオをどうする気だ。そっちの出方によってはなかったことにしてもいい。金か。今俺らが欲しいのはそれじゃないよ。私をどうする気だ。その前に場所変えよっか。いや、それは困るな。ん？私はいつだって守られているんだよ。なんだこいつら。厚労省の雇ったチンピラってとこかな。こんなのが街中にいんのか。ビデオを全部消せ。
ヤガミ！来るな！来るな！もうあんたを守る奴はいないよ。ここには創薬センターでの肩書きも厚労省の助けもない。ずっとこの時を待ってた。私がいなければアドデックナインはどうなる。開発がストップするぞ。別にあんたを殺すわけじゃないんだから。ただ偉そうな態度はよした方がいいな。痛いのは嫌だろう。じゃあ行こうか。いやー久しぶりだね。俺こういうの昔はよくやってたけどよ。まず裸にするのが兄貴流ですよね。人間一皮むきゃみんなこんなもんや。科学者だろうがセンター長だろうがな。今ならまだ間に合う。早く私を離さないと。俺らにも殺し屋を差し向けますか。バカな、法に訴えるまでだ。そんなことされたら俺やけになってうっかりビデオを流出させちゃうかも。な、何？それが嫌ならアドデックナインの話だ。あんたの口から聞かせてもらいたいんだけど。私が何をした？君たちは何がしたいんだ？さっきバッティングセンターに来た連中は何だ？いや、それは。あんたはいつだって守られてるってそう言ってたよな。誰があんたを守ってる？早く言えや。今さらカッコつけんなって。ずっと私を誘ってくれてたろ。ん？取材も終わったし本格的に可愛がってあげるよ、メス猫ちゃん。世界を救う新薬の開発者、その裏のゲスな一面か。こんなの流れたら孫の代までいい笑いもんだな。やめろ、頼むからこんな。さっきバッティングセンターに来た連中は？厚生労働省が雇った。この月だ。事務次官の一ノ瀬が雇っただろ。そうだ。そうですじゃない。そうです。私が連れ去られたことは一ノ瀬さんの耳にも入っている。早く解放しないとさっきみたいな連中がここに押し寄せてくるぞ。大丈夫、その時はここにいるオールスターで歓迎するよ。じゃあ次、3年前の事件のことだけど。はい。創薬センターで入院中のアルツハイマー患者が死んで、山の中から遺体で発見された。犯人とされたのは大久保新平。でも実際にはあれは正野がアドデックナインの人体実験で死なせた事故だった。あんたはそのことを知っていたな。あれ、返事がない。じゃあ例のセクハラ映像ネットに上げてくるよ。待ってくれ。だったら答えろ。起動。知ってました。いつ誰からどう知らされた？ダメだ、話せない。話したら私はもう。だからちょっと待ってくれ。待てないよ。大久保新平の死刑執行が迫ってる。だからあんたがここにいるうちに全部引き出さなきゃならない。もしどうしても必要なら拷問だってやる。君は弁護士だろ。
犯罪者になる気か？ん？俺を犯罪者にしたくないって？そうだよ。なら全部説明しろ。ここにあんたの助けは来ないんだよ。少しだけ時間をやる。俺が戻るまでに腹決めといて。軌道はもう落ちてるよ。多分今はどう立ち回ればいいか頭の中で計算してんだ。かもな。ちょっと一息入れてきたら。少し時間空けた方が軌道も帰って喋るだろうし、僕らでちゃんと見てるから。気使ってくれてんの？まあたまにはね。八神さんだけ昼からずっと動いてたでしょ。